松戸高校4回裏の攻撃、まあ、先ほど このパスボールにつきまして今タイムヒットで2点目を追加したところです。まだワンアウトですが、まだまだ攻撃が続きます。ランナーは1塁2塁に出ております。非常に応援席も盛り上がった松戸高校のこの4回の裏の攻撃です。今の話のようにエースがクリーンヒットを打ちましてまた2点目を追加したところです。ここ八王子市民球場です。まだまだ松田攻撃、松田高校の攻撃が続きます。バントです。そして二塁三塁に進塁いたしました。松田高校の4回裏の攻撃、このパスボールで1点を入れました。その後エースのクリーンヒットで2点目入れまして、さらに今このバントで進塁をしました。二塁三塁としました。有利に進めている松田高校です。本日は松田高校の野球部の控えの皆さん、そして府警の皆さん、バスバンド、チアリーダー、この一斉に皆さん方非常にこの応援席で盛り上がっているところも松田高校です。三塁側に松田高校陣取っております。今日は非常に天候もいい週末ということでありまして、外野にもちらほら県立の皆さん方が来ているところです。終わります。勝負の前半を有利に駒を進めているところです。終わります。